皆さんこんにちは、リットです、今回ですね、マイクールやらせていただいております今期最終おすすめランキングやっていきたいと思います。今回は今期2022年秋アニメの最終ランキングトップ20ですね、いつも通り最初から最後までネタバレなしで、やっていきますね。想定十分ご安心の上ご覧いただけたらと思います。ぜひね、今回何気になった方、今期マジでレベル高すぎた。もうランキング作ってても、この層の厚さがね、もうおかしいよね。もう、やっぱ天井の面白さもやばいんだけれども、この平均的なレベルがね、もうバグってたクールだなっていうのを、改めて感じてます。特にトップ10ないし、ギリギリ入ってない作品とかもう面白すぎるんで、もうぜひ見てない作品あったら、この年末年始ね、きっと皆さんお休みあられると思うんで、ない方はぜひお仕事とかね、頑張っていただけたらと思うんですけど、もうぜひね、本当、これを機に、ご覧いただけたら作品ばかりです。で、今日はね、ちょっとたくさん頑張って動画、今日から私はようやく年末休みなんで、視聴者投票のランキングも上げますし、あとは今年の年間ランキングいろいろとアニメ、漫画、アニメ映画ちょっといろいろ上げられたらと思ってますね。可能な限り、頑張りますんで、皆さんもぜひご覧いただけたらと、これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。というところで、前回の中間ランキングですね。こちらの毎回、週間ランキングって毎週やってるランキングとは違って、まあ、全体を総合してみてネタバレなしで紹介するってランキングで、前やったのは中間ランキング。こちら概要欄にリンクも貼っておきますね。見てない方ぜひそちらもご覧いただけたら、その時と言ってること比較するとまた面白いかもしれません。はい、ということで、20位から早速紹介していきます。いや、もうね、やばい中で、本当どの順位も面白くなってると思うんで、お楽しみいただけたら、また皆さんの今期ね、これが一番面白かったなんて、さっきもね、ぜひコメントで教えてきましたら、またランキングに対する感想なんかも教えてきましたら幸いです。では20位から紹介していきます。ではまず第20位です。20位、うるせえやつら。前回18位から今回20位でフィニッシュというところで、うるせえやつら、皆さんどうでした？まあね、結構うるせえやつらに関しては割と単体で動画も上げたりしたんですけれども、途中で切っちゃったとかね、ノリが合わないみたいな話は割と聞いたりするんですけど、やっぱね、このうるせえやつらは正直やっぱ外せないなと思ったトップ20紹介する中で、僕自身やっぱ話に結構ムラがあって、基本的にすごいギャグ調だし、まあ、結構ノリもやっぱ古いです。で、まあ、結構多分その当時の演出を大事にしてる作品だと思うんですよね。まあ、うるせえやつらリメイクっていうのは、なかなかリメイクってね、やっぱ多いんだけれども、やっぱ数の割にやっぱ正直成功例は少ないかなって僕は思ってます。うん、で、まあ、その中でうるせえやつらはね、まあ、正直あんまうまくいってないかなっては思うんですよ、リメイクっていう点で言ってはね。うん、とか、ルミコ先生ね、高橋ルミコ先生の作品で、なんでうるせえやつらなのかみたいな話もあったりするんですけど、やっぱ基本的には面白いですわ。うん、やっぱまあ、面白い上で、やっぱまあ、ラブコメ的要素というか、まあ、アタルとラム、やっぱこの二人の関係性とかね、たまにめちゃくちゃいい話が来るんですよ。もう本当に超感動するみたいな話も来るっていうところで、でもキャラそれぞれにまあ味があるし、そこから面白さもね、僕は増して言ってほしいなって思ってるし、まあ、どうしてもやっぱね、リメイクっていう、これ、厳選エピソードっていうところでね、まあ、ちょっと、テンポ感的にちょっと問題があるというかね、いろいろと話がちょっと急ぎすぎてる感じもするし、キャラクターが一気にバンバン増えすぎてるっていう感じも正直するんですけれども、うん、とはいえでも非常に、やっぱ面白い時の爆発力っていう点、うん、では確実にある。まあ、僕自身は4クール全部見るつもりですけれどもね、ぜひ、本当、なんか最初ですぐ切っちゃったって人とかはね、やっぱ10話かな、君さりしのちとかめちゃくちゃいい話もあれば、もちろん笑えるね、話もたくさんあるっていうところでね、20位入れさせていただきました。はい。では次19位です。19位、宇崎ちゃんは遊びたいダブル、宇崎ちゃん2期、前回15位から4ランクダウンも19位というところでね、この宇崎ちゃんが全然話題に上らないあたりが、もういかに今期バグってるかっていう話なんですけれどもね、宇崎ちゃんもやっぱ面白かったですよね。やっぱね、正直一期に比べたら劣るというか、まあ、僕自身も一期がめちゃくちゃ好きで、宇崎ちゃん遊びたい作品めちゃくちゃ好きになって原作勢になったんですね、その期間に。うん、っていうとこで、まあ、やっぱアニメーション基本的にクオリティも高かったですし、アニオリとかも含めつつですけれども、面白かった。うん、でもやっぱ、本気の中で上に行けるかって言ったら、そこは正直厳しかったのかなっていうのは思いましたし、まあラブコメ的ところにもね、まあちょっと2期は、まあでも結構進展のところもあるんですけどもね、うん、もちろん面白かったですし、
なんだ、その、すごい面白い回、やばいぐらい面白かったんですけれどもね。まあ、もう一声やっぱ今期で言ったら欲しかったし、まあまあでも、ね、別にアニメ化としては素晴らしいですね。原作を読んでますけれどもね。まあ、賛否できるかはわかりませんけれどもね。引き続き僕自身は原作、単行本を買ってますね。買いつつ、応援していきたいなと思ってます。はい。では次18です。18。転生したら剣でした。転剣が前回16位から2ランクダウン18位というところでね、転剣については、やっぱ僕はもっとハマるかなとか、もっとやべえ作品なのかなって思ったんですけど、まあ結論として僕が思ったのは、フランちゃん可愛いと。フランちゃん可愛いっていうのが、まあ正直これに尽きるといえば尽きるような作品だったなって僕は印象になるんですけど、まあでも後半とかのね、新キャラとかの下りはすごい、グッとくるね、込み上げてくるものっていうかな、ありましたし、やっぱ作画に関しては制作会社 C2C さんっていうこれ、ね、めちゃくちゃクオリティも高かったですね。でアニメに決定したというこれね、これもちろん僕見ますんで、うん、やっぱその基本的にこの作品ってすごい緩い描写、フランちゃんの可愛さが出てくる描写とシリアスなガッてやってくる描写のこのギャップっていうのは魅力だと思うんで、うん、まあ、そこにもっとハマれたらなっていうのもあったし、まあもっとこう強烈な面白さ、まあなんかね、そう、市長、まあ、転生して剣になるんですよね、人が。それが面白いはずなんだけど、なんかだんだん、そこはもう慣れてきちゃったっていうのは正直あって、ちょっと出落ち的な要素はあったかもしれないんだけど、うん、まあまあ、2期もね、引き続き楽しみ、みたいなと思ってます。はい。では、次17位です。17位。不滅のあなたへ、シーズン2、不滅のあなたへ2期が前回12位から5ランクダウン、17位というところですね。不滅のあなたへもね、もう正直空気になってしまってんじゃないかっていうぐらいの、やっぱ一期の最初の序盤とかすごい話題になりました。僕自身もどんどん原作読んでたんで、アニメ1話とか絶対みんな泣くっしょとかね、3話とか5話とか泣くよねみたいな思ってて、まあまあまあ、やっぱアニメーターで見られた方はもうめちゃくちゃ泣いたみたいな話をよく聞いてたんですけども、ミキナーと本当に話題を聞かないね、やっぱり。まあ、ちょっと今期が激戦すぎるの、どうしてもやっぱ夕方アニメなんで、この作品も。夕方、まあ、7時かな、うん、NHK で放送されてる、そういうとこもね、まあ、あるかな。まあ、話題になりづらいオタク界隈っていうとこだね。あるかなって思うんですけど、面白いですね。やっぱ面白いし、その辛いとこも出しつつ、結構2期はね、割とそのコミカルなところとか、ちょっと笑えるところも出しつつっていうところで、また新キャラもガンガン出てくるわけですけどね、そのキャラクターやっぱ魅力的ですよね。まあ、不滅のあたりについては、2クールかな、全20話ぐらいだと思うんで、まあ、まだまだここから面白くなりますね。そういう面では非常に楽しみに。で、今回、まあ、1期終盤作業会しちゃってたんですけどもね、今回大丈夫そうかなっていうところで、そこも安心して見ていきたいなと思ってます。はい。では、16位です。16位。夫婦以上恋人未満前回20位から4ランクアップ16位でフィニッシュという子はね、まあ、これいろんな動画で言ってると思うんですけど、夫婦恋、僕はもう最初マジで合わなくて、もう切ろうというか、もうずっと週刊ランキングとかも再開したんですよね、この作品っていうのは。まあ、でもどん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 この作品の魅力にハマって、最終的にほんと見てよかったし、うわぁ最高というかさ、なんかこう、こっちが何もう誰選べばいいんじゃみたいな、いうぐらいキャラの魅力も出てきたし、結構やっぱ昼ドラ的展開というかね、まあ、ガチガチ三角関係みたいな、ガチガチって言い方なんだけど、うん、まあまあそんな感じなんですけれども、主人公もね、この作品は全然憎めない、結構いいキャラですし、ヒロインの可愛さもすごかったね、結構1位とかもあったりっていうところなんですけれどもね、まあ、どんどんこの作品ほんと魅力にハマってったし、後半ほんと演出感バチッとハマってたなっていう印象、やっぱ結構切なさもね、込み上げてくる作品でしたけれども、この作品ほんと見てよかったですわ。なんか原作勢の方にね、風声マジおもろいし、こっからもさらにおもろいんで見てほしいっていう声をやっぱ2話とか3話でいただいてたんですよね。僕マジ切ろうかなとか言ってて、うん、もう基本的にラブコメ好きなんで、ラブコメ何でもあ、まあ最高ってなる人なんですけどなんか、うん、そう、なんかその、なんか結構、ヒロインが珍しく揺れてるんですよ。どっちか、どっちみたいな。うん。っていうのを、なんかあんま最初、どうしても僕は、好めなかったっていうのと、まあなんかノリ的なとこもね、なかなかってとこあったんですけどね、後半にするとどんどん好きになってくる作品でしたね。これほんと見てよかったですわ。僕みたいになんかね、序盤合わねえとか言う人も、やっぱ最後まで見るとね、やっぱすごいいいラブコメになってる。まあラブコメ、合わない人はまた違うかもしれないけど、ラブコメ好きな人はね、うん、そういう風になるんじゃないかなっていうのは。思いましたし、いや、すごい良かったですね。日記、厳しいかな、どうなんだろうね。まあでもね、素晴らしい、作品になってたんじゃないかなと思いましたし、ここまでね、あんだけ最初ボロクソというか、厳しいこと言ってたのに、ハマれたのは本当良かったなっていうのは思いました。はい。では、続いて15位です。15位。恋愛フロップス。前回19位から4ランクアップ、15位でございます。視聴者投票でもね、なんかコメントとかで恋愛プロップスが1位じゃんみたいな、
少数派かもしれないけど俺は恋愛プロップスでよかったみたいなコメントもなんかいくつかあってね、結構熱狂的なファンもいたんかもしれない。まだ僕視聴者投票のね、実は集計してないんで、この作品がトップ10、20に入ってるかまだ分かってないんですけども、15位で、まあ、入ってくるかな、これはね。よかったっすよ。面白かったっすよ、恋愛フロップ。すげえ綺麗にまとまったというかさ、やっぱね、オリジナルアニメってね、どうしても、なんか最後のオチみたいな難しい中で、まあ、この作品もひたすらぶっ飛んでたね。まあ、今期はね、まあ、秋葉メディアとか、めちゃくちゃぶっ飛んだオリジナルアニメがあるんだからね、この先はなんか、エロい方向になんか全力で振ってて、なんかね、主人公に、あ、いいじゃんみたいな、なんかすごい挨拶してくることがいたりとか、なんかもう、ねえ、で結構、最初から伏線がバンバンに張られてて、まあ、まあ、あんまり言うとね、ダメになっちゃうからあれなんですけど、なんか最初のこのぶっ飛んだところから結構シリアスにも寄ったりもしましたけれども、そうして見た時にすごい面白かったし、あ、なんかいい作品だなってなんか、思いましたね。僕はこの勢い好きだし、ね、ヒロインがやっぱ可愛いですよね、この作品、本当に。キャラクターも可愛いし、作家も、世田谷さん、パッションネさんとかね、非常に良かった。パッションネさんいいね。って思ったし、ヒロインね、声優陣も豪華だったりっていうところで、まあ、ぶっ飛んだところもありつつね、まあたまになんか、何やこれみたいな呆れた時もあったんですけど、基本的にはすごい楽しいんだし、なんか最後ら辺のなんかこの、何、シリアスパーっていうのかな、この辺なんかすごい僕は、グッときましたね。なんか、あ、いい作品だなって。あ、面白かったよ、やっぱりって。思いました。特にやっぱ後半結構賛否分かれてる感じはしましたけれども、僕は最終的に本当見てよかったし、面白いって人はめちゃくちゃハマんじゃないかな、これね。うん、いい作品ですよ。やっぱその、なんか、この笑いとなんかこのシリアスのこのなんかギャップとか、この辺もなんか上手かったというかさ、こんなにギャップあるんや、みたいな。まあやっぱ、まあ、僕はすごい楽しめましたね。15位と、さすがました。はい。で、やつ14位です。14位。マブラブ、オルタネイティブ2期、前回11位から3ランクダウン、14位という子ね、マブラブオルタネイティブについては、まあ、単話、もう1話ごとで言ったら、もう週間ランキングでね、1位をつけたこともあるぐらいという、これ、もうボロ泣きした回もあったんですけど、やっぱ総じて見たときに、まあ僕自身アニメ勢というところでね、どうしてもやっぱね、なんか理解しきれないというか、なんかいまいち理解しきれないっていうのは、そのキャラの行動がとかじゃなくてね、なんか話自体がちょっと分かりきれない部分が正直あって、まあ、こういう面では、やっぱそのゲーム原作のアニメって難しいなっていうのを改めて感じてました。作画に関してはね、作画崩壊した回もありましたけど、作画崩壊仕掛けたぐらいか、限界来てた回もありましたけど、基本的に戦闘シーンともすごいクオリティ高かったし、やっぱ装置で見た時にすごい面白かった。で、やっぱ感動する範囲がすごかったね。人間ドラマというか、泣き話というか、話の時のすごかったこの威力っていうのが。で、やっぱぜひ、やっぱ、まあ、バブルオルタネイティブに関しては、やっぱ完結まで見させていただきたいなと思ってるんで、やっぱ3期がな、ぜひ、来てほしいなっていうのは思ってますがね。まあ、ちょっと、原作勢、これ、大満足できる出来だったと思いますよ、確実に。ものすごいクオリティでやってたし、2期はやっぱ、より1期よりもなんかね、辛さもあるんだけど、なんか驚きというか衝撃のシーンも結構あったっすよね。特に序盤とかね。っていうとこでもね、やっぱ1期からかなり賛否分かれてる作品で、2期はやっぱ正直話題に全然なんなかったですけどもね。でも、見てる人は間違いなく見てるし、非常に良かったですよ。めちゃくちゃ面白かったというか、辛かったですね、基本的にはね。見事に描き切ってくれたなっていうのを思いました。3期待ってます。はい。ではって13位です。13位。異世界おじさん、前回ランキング対象外から今回13位でフィニッシュです。前期のランキングに見れましたね、異世界おじさんは。でさね、8話からか放送再開っていう、これようやく最終回まで来たと思ったらねえ、もう最終回放送延期っていう、マジかっていう感じなんですけどね。ちょっとこんなね、まだ最終回見てないよっていう感じでしたけれどもね、もうびっくりですね、本当に。これについては最終回放送延期になるとは思ってなかったですけど、やっぱね、どうしてもやっぱ前期やっといた方が絶対良かったよねっていうのは僕は正直思ってて、どうしてもね、やっぱあれ、なんか欲しいな、ちょっと勢いが衰えてるわけじゃないんだけど、なんかそういう感じはした。もともとやっぱ見てる時にちょっと思ってる節はあったっすけど、
そうっすよね、うん、8話からっていうところで8、9、10、11、12、結局5話か、うん、っていうところでやっぱね、この先にすごい笑えるポイントに植えてやっぱヒロインの魅力すげえなっていうのを改めて感じたのこの8話からっていう感じでしたけど、もう最終回放送できるんかね。もうまあまあ最終回はさすがにランキングも入れませんけれども、うん、まあ原作の売り上げ的には十分2期できるかなって思ったんですけど、ちょっとやっぱね今期やるのはまずかったなって最終的に思った方でした。前期やっぱやりきった方が良かったなっていうのはね、ちょっともったいないさ正直感じた作品でした。まあでもちょっと笑いがなんか若干マンネリじゃないけどね、やっぱなんか最初の方が面白かった感じは僕は正直してて、だからこそのまあこの順位っていうところはありますし、まあ作画なんとか頑張ってくださったと思うけどね、まあ放送延期がちょっと痛すぎるなっていう、な感じてますね。はい。まあでもね、やっぱ基本的にまず最初の発想からすごい面白くて異世界外のまさかのおじさんが異世界から帰ってくるってところから始まるわけですけどもね、やっぱ当時めちゃくちゃ面白かったヒロインの可愛さとかも出てたしっていうところですね。というところで13位とさせてきました。はい。ではって12位です。12位、不徳のギルド、前回13位からワンランクアップ12位というところね。まあ、これもう歴代エチエチアニメランキングマジ1位レベルでした。いやこれ今期だからよ。今期じゃなかったら絶対トップ10入ってんだけど、めちゃくちゃ面白かったね、不徳のギルド。まあ、本当になんか今期最大のダークホースかなって僕は正直思った作品です。うん、まあ、今期はね、Do It Yourself っていう作品と、Do It Yourself じゃねえわ。今期はね、秋葉、まあ、ドゥイットヨーセルフもまあ正直そうなんだけど、まあ、秋葉メイド戦争とね、不徳のギルド、これ前の動画も言ったと思うんですけど、正直やっぱ PV 見た時に、これ、おもんなしそうだなと思ったんだ。不徳のギルドはマジで、まあ、秋葉メイドは PA ワークスがやるからね、見ようとは思ったんですけど、不徳のギルドはなんか、これなんか、B 級アニメというか、なんかこれ絶対おもろくねえだろっていう、そういう姿勢で見てかかった作品だし、僕は基本的に、ね、いつもご覧になっててくださってる方はご存知だと思うんですけど、エチアニメ厳しいっすよ、僕マジで。もうマジで厳しいです。エチー描写入れときゃいいよみたいなね。ボラエズなんか一番なんかねじ込もうみたいな作品、基本的にもう嫌いというか全然好きじゃないんでね。っていう中で、エチさもあってね、この先ほんとストーリーがめちゃくちゃ面白かったんですよね。1話からやっぱね、超笑ったし、なんか、どの話もやっぱ面白かった。なんか全くつまらない回、全部外れた回、一つもなかったですね。でまあ基本的にクオリティも高かったらし、まあヒロインもいろいろキャラがいてね、またその魅力があったりして、これマジ今期最大で大好物かもしんないし。これマジで見た方がいいですよ、俺、不徳のギルド。本当にね、もしかしたらなんかキービジュアルとか予告見て、俺面白いんかと思う人いると思うけど、俺見たらたまげるというかね、ものすごいクオリティのエチアニメでした。素晴らしいエロコメディというところでね、現場もね、随分売れたみたいですけどね、2期マジで待ってますよ、これ。本当面白かった。これはもう、一押しというかね、もうマジで、そういうジャンルの中で絞って言えば間違いなくもう 1位レベルでした。っていう作品だったかなっていうところでね。2期待ってます。はい。ね、まあ、いろんなねヒロインとか男の子もそういう面でも面白かったですね。はい。てか意外となんか真面目な話も面白かったね。すごかったね、この作品ストーリーがマジ強かった。まあ1位とも良かったですけどね。はい。で、やつ11位です。11位、山のすすめネクストサミット、山のすすめ4期が前回10位からワンランクダウン。11位というかね、山のすすめはすみません、本当にもうトップ10入れたかった。もうこんなね、もう正直個人ランキングだからいくらでも操作できるんですけど、やっぱそれをなんかもう防がれちゃったね。やっぱトップ10が強すぎて。山のすすめね、ほんと良かったですよ。もう、こう4期まで見た人みんな泣いたっしょ。もうエンディングの吉成さんがまずすごかったね。毎回映像変えたりというか、まあもう心からすごかったし、もうクオリティもね、エイドビッツさん、ほんとにめちゃくちゃ頑張ってくださって、クオリティも高かったですし、まあまさかね、1から4話まで、3期まで総集編っていうところで、ね、始まった、この作品でしたけれども。いや、ほんともう見たい、とこまで見れたというか、ほんと山のすすめはもうこれで、アニメ完全完結だと思いますけどもね、ほんと素晴らしい作品見せていただいたなって、もうダメだ、もう泣いちゃいそうだ、もう そんだけ良かったですよ、これはもう、まあ、ぜひ今からでも、ね、やっぱ5分アニメ、15分アニメ、30分、どんどん拡大してきた作品だし、見てほしいしね、やっぱ3期の見た人はもう絶対見ないとダメだ、これは。っていう作品でした。はい、もう素晴らしかったです。これを11にするのもちょっと申し訳ない、マジで。っていうところね、はい、素晴らしかった。ですね、なんか15分から30分になってね、間延びしちゃうとかあるかなと思って、まあ基本的に、まあ、15分も2つ構成ちゃう、2つ構成みたいな感じだったしね、そういう面ではそこは全然心配いらなかったし、もうほんと見事に各キャラの魅力も出しつつ、優しさも出しつつ、関係性の変化、成長も出しつつね、もう素晴らしかったです。はい、ありがとうございました、本当に。素晴らしい作品でしたよ。はい。
11歳提案したもその点だけ申し訳ない。ではここからトップ10入っていきたいと思います。こんなね、もう何がしてもトップ10入れたかった不徳のギルド山の進みを超えたトップ10やばいっす、マジで全部面白いです。ではまず第10位、 Do it yourself 前回17位から7ランクアップ10位でフィニッシュ。タタ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 タ、いやこれ Do it yourself はね、もうやばかったね。後半マジでもう本当に今季1位も争うぐらいおもろかったんじゃないかっていう面白さで、まあでも C で言ったらやっぱ序盤がね、どうしても僕はハマれなかった。まあ結構割とそういう人はいて、 Do it yourself 序盤で切っちゃったんです、え後半こんな面白かったんですか、もったいないことしたなとか、あの改めて見始めたら本当マジで面白いですね、見始めて再開してよかったですみたいな声マジでいただいてて、本当序盤で切った人マジで見た方がいい。僕もねやっぱ最初 DIY を女子高生がやる面白いんか、そういう感じでしたよ僕は。うん、でなんかやっぱ序盤もなんかどうもね、やっぱその進行がすごいなんか怪我をしやすい子みたいな感じで DIY 始めるんですけど、大丈夫なんかみたいなとこもあったし、なんかあんま面白いと思わなかったんですよね。うん、むしろ結構厳しいぐらいで、もしかしたら切るかも、でもみんなの評価も高いし見るかぐらいの感じだったんですよ。でもだんだんなんかどのこのキャラのあったかさというかさ、その関係性なんか DIY 部のそのあったかさみたいなのがどんどん見えてきた上で、やっぱその後半になるにつれてキャラももちろん増えてくるんですけど、それぞれのキャラの魅力もそうだし、まあ、成長っていうところもまた友情っていうところもそうだし、もちろん DIY の要素も良かったんですよね。ここもうまく絡めつつ、なんかそのそれのキャラも魅力も出してきたなっていうところね、めちゃくちゃいい作品でしたね。あもう最高だったねこれはね。もういやー山の進めって迷ったんですけど、やっぱこれだ、もうすごかったもん後半、もう見事でしたよね。うん、めちゃくちゃやっぱ評価見てる人から受けてる作品だと思うし、やっぱこういう作品もどんどん広がってほしい。やっぱその絵柄とかも結構ね、割とまあ独特というかね、結構個性ある感じ、癖ある感じだと思うんですけど、でもそれがやっぱすごい良かったし、話としてもすごい丁寧にねやってくれたなっていうところで素晴らしかったです。めっちゃ感動しましたし、 DIY の良さというかね、そういうところもすごい出てた、作品だったなと。まあオリジナルアニメ、まあ、日常アニメ日常アニメかなと思うんですけどね、素晴らしいものを、見せていただいたなと思いました。本当ありがとうございました。はい、では第9位です。第9位、秋葉メイド戦争、前回9位同様9位でフィニッシュといこうね。まあ、アキュアメイドについてはね、散々もうクールが違えばもうトップ3、あるいは派遣取ったかもしれない作品だということを言ってます。まあ、アキュアメイドすごかったね。やっぱもうほんと、途中でなんか何回かなんか出落ちになるかもとかね、ちょっとこれやっぱ面白さがちょっとなんかインパクトが薄れてきたとか、2回ぐらいかな、言った時もありましたけど、やっぱどの話もね、ほんと最後の予想できなかった。もう予測不能な話を永遠にこう繰り広げてくれた。まず最初の PV から予想もできない第1話、もう圧倒的なインパクトを残してくれたんですけど、そっからやっぱね、今季のこの層の厚さに飲み込まれた感は正直しました。見てる人の評価めちゃくちゃ高いんじゃない？アキアウェイドは本当に。めちゃくちゃ面白かったし、やっぱ感動しましたよね、最終的になんか。で、僕めっちゃボロ泣きするとこもあったんですけど、ほんとなんか人気映画みたいな感じ、っていうとこはあったし、なんかぶっ飛んでるんですけど、基本的にぶっ飛んでるところも出しつつ、感動要素もあるし、笑いの要素もあるし、かっこいい要素みたいなのもあるし、っていうとこで、ほんと面白さの幅を見せてくれたのが、このアキュメイドって作品だなと思いました。で、まあ、作家についてはね、制作会社 PA ワークさんというか、ね、めちゃくちゃクオリティも高かったですし、ものすごい作品でしたね。もうほんとキャラもこういうのばっかりだったけどね。ほんとまあなんかね、8話ぐらい見た時に最終回こうなんじゃないですかみたいに言ってたんですけど、やっぱその予想、まあもうことごとくさ、なんか毎回、この話これ、いきなりこれやんのかみたいなとこもあったし、なんかそれやっぱすごい面白かった。オリジナルアニメとしての魅力がめちゃくちゃ出てた、作品だったなと思いました。これはちょっと今季やったらもったいないと思う、マジで。来季とかやったらよかったと思うんですけど、まあこれはほんとマジで見てない人は見た方がいいです。はい。素晴らしかったです。はい。では次第8です。第8位、まさかのスパイファミリー2クルメが8位というと、いやーちょっとレベル高すぎてね、スパイファミリーも超面白かったっすよ。申し訳ないというかさ、これももう安定感ずば抜けてたし、夜さんの可愛さが新キャラも、ね、出てきたりもしましたけれども、それぞれの話のクオリティがやっぱ高すぎるよね、っていうのは思った。で、まぁ、夕方アニメでもいいんじゃないかなと思った、まぁ、この2クルメでしたけれども、キャラの魅力もそうだし、制作、まぁ、坂のクオリティとかもそうだし、ほんとまぁ、ザ・安定っていうところもあったんですけど、もちろんめちゃくちゃ面白い回もね、もっとめちゃくちゃいい話っていうところもあって、この先についてはね、やっぱその、
キャラクターの成長もそうだし、そのなんか関係性の変化みたいな、ここもやっぱすごいいい作品ですよねっていうのを改めて、感じました。はい、まあ、ヨルさんとかの新キャラもそうだし、うん、まあ、ベッキーの話とかもねめちゃくちゃ良かったですしね、うん、やっぱこう、まあ、学園の話も面白かったし、まあ、ヨルさんとロイとかの話も素晴らしかったなというところで、まあ、笑いもあり、まあ、感動もありっていう、こうね、さすがの、面白さだったなっていうのを、思いましたが、8位となってしまいました。はい、では次第7位です。第7位、もうこれを超えてくるわけだからめちゃくちゃ高い、やばいっすよマジ全部ね。スパイファミリーやってか、オープニングとエンディングの映像クオリティもやばかったね。まあもうすでにね、あの2期と、映画も決まってます。それめちゃくちゃ楽しみです。はい、では次第7位です。第7位、モブサイコ103期という、こう前回5位から2ランクダウン、もう7位でフィニッシュという、こうね、モブサイコはね、まあ、正直僕の週刊ランキング見てた方はわかると思うんですけど、意外と単体ベースでハマんない話もあったんですよね。てか僕多分モブサイコはね、多分そんなにハマってない方だと思うんだけれども、まあ、それでもね、もうめちゃくちゃ感動するし、超面白いと思えるのがこの作品で、まあ、特にやっぱ中盤と最後、もう見事でしたね。もうほんとまあ、モブサイコこれで原作まで全部や、完結までアニメやったみたいですけど、ほんともう素晴らしかった3期。もう、キャラの魅力も爆発してたし、やっぱね、この作品って、まあ、モブくんの成長物語もあるし、モブくんと師匠の話もあるなっていうのも、なんかすごい感じた3期だった。で、まあ、6話ね、とこ、まあ、エクボのとこもすごいめちゃくちゃ良かったですし、泣くとこもあったし、感動もあったし、演出とかもうまかった。作家に関してはさすが制作会社ボンズさん、めちゃくちゃ良かったですね。っていうとこで、この先ほんと見事だった。まあ、1期2期とか見てない人もいらっしゃると思うんですけど、ぜひね、やっぱこれを機にご覧いただけたら、ほんと見事にこう完結まで描ききってくれた、ほんと素晴らしい作品だったなっていうのをね、感じましたね。なんか笑いとか、なんか不思議な世界観も広がってる作品でもあったと思うんですけど、そういうとこもほんと見事でした。はい、7位させてきました。では続いて6位です。第6位、僕のヒーローアカデミア6期、前回6位同様6位というところでね、ヒロアカはね、さすがに6期まで来たというところでね、多分意外とね、オタクだからといって見てるわけじゃないって人も多いと思うし、まあ割と少年漫画っていうかね、ジャンプと読んでる人は見てるのかなっていう感じはしますね。まあヒロアカやっぱめちゃくちゃ全世代的にも人気な作品ですけど、やっぱロッキー面白すぎましたね。まあこれは原作でも超面白いとこだったんで、まあ面白いだろうなっていうのは分かってたし、まあなんかね、偶然にもボンズさんで2個並んでるわけですけども、モブサイコももちろんですけど、ヒロアカもめちゃくちゃクオリティ高かったです。んでまあ、ロッキーについてはね、基本的に暗いじゃない、辛い話も多いんですけども、まさしくヒーロー対ヴィロンのヴィランの総力編戦というところで、ここはめちゃくちゃ熱かったし、まあ、主題歌とかもちろんこの辺も良かったし、ほんとね、こうみんなの力でこう戦ってるみたいな、ここはすごい良かった、熱かったら作品だなっていうの思ったし、まあ驚愕のね、あの事実発覚みたいなところもあったんですけどね、やっぱ総じてめちゃくちゃ楽しみました、ね、2クルメもね、来期やるということで楽しみでございます。はい、ではここがトップ5入っていきたいと思います。ではまず第5位です。第5位、機動戦士ガンダム水星の魔女、前回2位から3ランクダウン、5位でフィニッシュというところでね。いやー、ガンダム、いやね、なんか感想動画でもね、コメントいただいたんですけど、リクさんガンダム意外とハマりきってないんじゃないかみたいな話があったんですけどね。まあやっぱね、理解しきれてないとか正直ありますよね。やっぱガンダムのファンの方からね、もともとなんか結構用語とかも難しいし、結構なんか理解できないとかあるんじゃないかみたいな話をもともとね、聞いてたんですけど、まあ正直そこは分からんとこはあるんですけれども、まあ初の女性主人公学園ものっていうところで、まあ序盤は本当もうスレミを、まあ序盤っていうか、まあ今回最後ら辺までですけれども、ワンクール目ね、最終回が年明けになっちゃうだけじゃ残念ですけれどもね、まあちょっとここはちょっと痛かったかなという勢い的なところで言うとね、でもやっぱ総じてクオリティめちゃくちゃ高かったし、まあ戦闘シーンとかももちろんなんですけど、まあ人間ドラマ的要素、まあスレッタとミオリね、この二人の関係性とかもめちゃくちゃ良かったし、でもやっぱすごい、まあオリジナルアニメでもあると思うんで、本当先が読めないというか、先が読めないというか、なんかいろんな考察ができるんですよね。そういう面でもすごい面白かったあったなっていうのを思った作品でした。まあ後半めちゃくちゃ面白かったんですけど、やっぱ序盤の方が僕はなんかうわーってなったかなっていう、まあ印象はありました、正直なこと言うとね。まあとはいえやっぱその何その全何そので全体のそ何あのなんだあの相対的に見た時のレベル感ってもうめちゃくちゃ高かったですね。超面白かった
ですし、やっぱまだまだね、やばい展開。まあ、どんどん、ほんとこの作品はガンダムらしさが増してった作品だなっていうのを思いましたけどもね、やっぱすごい面白かったんで、まだまだここから辛いとことか、えげつね、事実みたいな発覚すると思うんで、そういう面ではね、2クル目も、またこれはある意味本番になってくるのかなっていうところでね。非常に楽しみですけどね。まあ、キャラの魅力もめちゃくちゃ出てたし、まあ、クオリティもものすごく高いね、作品だったな。どんどん僕自身ガンダムほぼほぼ初見みたいな人ですけれども、ガンダムの面白さもそうだし、また今回な新たに取り入れられたね、その女性主人公と学園ものっていう面白さもめちゃくちゃ出てた、形だったなというのを思いました。はい。では次第4位です。第4位。ブリーチ千年結成編前回4位同様4位というところで、いやブリーチどうでした？見てる人はもう満場一致なんじゃないかっていうところで、もうめちゃくちゃ良かったね最高のクオリティでしたよ。もう原作ファンもう泣いたねもうびっくりしたもん。いや、 やっぱさ、1話とか放送の時も言ってたと思うんですよ。千年決戦で原作だったら割と賛否分かれてるところなんですよ。で、原作、当時のジャンプの掲載値もかなり厳しい位置にいたというのが、もう、やっぱまあ10年越しのアニメ化っていうところです。10年越しかな？まあアニメ化っていうところで。まあやっぱめちゃくちゃね、もともとの話題になってた式大会もあったんですけど、なんかもうその想像の100倍ぐらいのクオリティでさ、もうスタジオピルソンもやばかったね、もう。バグみたいなクオリティで、もう全話、まあ、2クル目もまたクオリティめちゃくちゃ高そうですけども、もう見せてくれたし、で、テンポ感もやっぱアニメ見た時にものすごい良かった。もう、千年決戦超おもれえやないかっていうのを本当思わせてくれた。まあ、多分、この先はどうしてもなんか、ブリーチ、見てんだけど途中で読むのやめちゃってるとかさ、なんかね、最後まで読んないとか言う人いると思うんですけどね。これは、でも、ほんと、追いついて読むから、じゃほんとある作品です、ブリーチに関しては。マジで。めちゃくちゃ僕、ほんと、歴代でも1位ぐらいで、ほんとマジ好きな作品なんですよ、ブリーチってバトル漫画とかで言ったらね。っていうとこ、中で、まあほんと、千年決戦ここまでのクオリティでやってくるとは正直思ってなくて、もう、これやっぱブリーチっていうタイトルの強さならではではあると思う。こんだけね、このクオリティで採取できるっていうのは4クールですよ、しかも。ではあるし、もう本当にもうめちゃくちゃ面白かったですね、これについては。もっとやっぱ話題になるべきだった。まあ最終章だからそこはしょうがないとは言うんですけどもね。はい。もうこれはもう、どのね、ブリーチファンと話してもやばいよね、みたいな。っていう話だったね。マジ原作勢とかね、アニメもう見てねえよとか言う人いたら、本当に見た方がいいです、これは。もうマジで見て損絶対しないっていうぐらい言い切れるぐらいの。超クオリティだった。話も超面白かった。で、まぁ、やっぱテンポ感もやっぱアニメ見た時にすごい良かった。うん、まぁ、基本的に原作に忠実にやりつつね、ほんとテンポ感よく進めてくれてるんで、そういう面でも良かったし、やっぱオシャレでしたね。オシャレでした。この作品素晴らしいなと思って、2クル目もほんと楽しみでございます。はい。では、ここからトップ3入っていきたいと思います。まぁ、これ習ったらね、このバケモンたちを上回ったトップ3。まず第3位。こちらでございます。第3位。ブルーロック前回7位から4ランクアップ第3位。ブルーロックやばかったね。もう後半とかの面白さがもうぶっ壊れてたもう来期のね、来期はこのブルーロック2クル目が派遣だと僕はもうすでに思ってますけれども、いや僕はね、やっぱ一番驚いたのはこのクオリティですよね。制作者8ビッツさん、いやブルーロックって原作の画力がめちゃくちゃ高いんですよ。めちゃ高いし、やっぱオーラとか結構アニメの演出難しいよねって思ったとかあって、これがうまくアニメできるのか、またサッカーアニメ、そもそもスポーツアニメをアニメ落とし込むのはめちゃくちゃ難しいとよく言われてる中で、これどうなのと思った時にもう見事でしたね。もう完璧なぐらいの勢いで描いてくれて、であと声優さんたちもめちゃくちゃバチッと余ってた。ではこの先ってまだまだ面白さここから上がるんですけど、現時点でもうアニメ勢にとってはもうピークなんじゃないぐらいの思える面白さをもう連発していく。まあサッカーにデスゲーム要素を加えた、こうならなきゃもうワールドカップはねちょっと開催してる時期に放送をね合わせてくれたっていうこともあって、そこでも盛り上がったと思うし、もう三笘がブルーロック出身だとか言われたりとかまああったわけですけどもね、まあもちろんワールドカップ自体にもすごい感動させてもらいましたけれども、このブルーロックのこの面白さ、またキャラの濃さ、魅力、まあすごかったね。でまだまだ魅力的なキャラ出てくるんですけど、現時点でもうほんとキャラの魅力も、声優やっぱねバチッと合ってたっていうのはほんと結構大きかったし、終盤にはね、なんかラブコメ的展開みたいなのが面白かったんですけどもね、俺もほんとこう熱くなりましたよね。まあ、めちゃくちゃ面白かったし、こう各キャラが覚醒する瞬間みたいな超しびれる、作品だったなっていうのを思いました。ほんとまあ、ブルーロックも今ガンガン盛り上がってきて、原作の売り上げとかも上がってきてるし、この勢いでね、マジで、もう来期はもうぶっちぎり派遣取ってもらいたいなっていう
ね、感じですね。ほんと話としても構成もすごい良かったですしね。テンポがよくね、うまく進めてくれたし、なんか11話最終回とか言われたりもしたんですけどもね、12話も見事な締め方で2クール目に向かってくれるというところで、これについても完全に、まあやっぱ、どうしてもね、序盤はなんか思ってたよりもなかなか盛り上がってこないなっていうもどかしさはすごいあったんですけれども、ほんと、中盤ついにもうガンって盛り上がってきてくれたなと思う。書店とか行ってもね、やっぱチェンソー、スパイ、ブルロックってあって、こう平積みバーンって置いてあったりもするんで、まあそういう面でもほんとすごい嬉しかった。まだまだここから面白さ上がってくるし、どん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 人気、まだ加速していくと思うんで、ここはほんと、見てない人はマジで2クル目に向けてね、ご覧いただけたらと、本当一緒にまたね、同時視聴もやりますんで、深夜やりますんで追いついていただけたらなっていうのを思いますね。すごかったね、このブルロックのこの面白さのこの破壊力というかね、もうやっぱ本当見せ場がこう無限にあるというかさ、この作品っていうのは基本的にサッカーっていうかスポーツアニメって得点が決まった瞬間とかさ、勝った瞬間で一番盛り上がるじゃないですか。でもこの作品そこ以外もめちゃくちゃ面白いというか盛り上がるんですよね、っていう意味でもやっぱすごかったし、キャラのかっこよさもやばかったね。いや、めちゃくちゃ面白かったですよ。2クリーム超楽しみです。ブルロック3位させてきました。はい。では続いて、第2位です。第2位。チェンソーマン前回3位からワンランクアップ第2位。賛否が分かれまくった。もう今期の戦争の火種となったと言っていいんじゃないですか。チェンソーマン第2位でございます。いやー、まあ感想動画でもね話しましたし、ね、コメントめちゃ荒れてましたけれども、面白かったっすよ。やっぱすごかったよ。特にやっぱ後半のこのもうチェンソーマンのこのえげつなさとぶっ飛び方、この面白さ、日常シーン通ってた、もうどれを見てももうこれすごかったね。もう1位がなければこれが1位だ。それ当たり前なんだけど。やっぱね、その、当初思ってたよりも、これも感想とかで言いましたけど、やっぱ当初のハードルが高すぎたがゆえに、どうしてもなんか批判とかあったりとか、ちょっと原作との比較がなんか厳しすぎたりね、期待値ゆえに多分、厳しい見方をされすぎてるっていう感じで僕はすごいしてるんですけど、やっぱこう見た時にやっぱめちゃくちゃ良かったし、特にやっぱ後半の盛り上がり、やっぱ序盤で僕もちょっと批判するとこもあったんですけれども、もう後半もひたすら面白かったし、やっぱ作画についてもね、やっぱこれまで、この作品ほんとこれまでにない要素を取り入れまくった作品だと思ってて、まあ作画の感じにしてもそうだし、まあ、演出、まあ映画的な形の作り方もそうだし、まあ声優さんの演技とかもね、いろいろと中山監督が指導されてたみたいですけれどもね。で、まあ最終回でエンディングね、順位曲で毎回変えたりとか、本当にいろんな取り組みをしてきた中で、まあ多分、それに、なんかどうしてもそこは合わないとかね、人もいたと思うんですけど、僕はどん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 そこはハマってったし、僕は中山監督推しですよ。あんなことして中山監督支持するのかみたいな声もあるし、なんか署名活動もあるみたいですけども、僕はもうなんかこう中山監督のチェンソーマンが最終的にこうバチッとハマってきて、うわこれだと思わせてくれたのはもうすごかったし、やっぱこのこんだけやっぱ批判もあるわけですけども、あ分かってると思うんだよね。これをこうやっぱチャレンジングにやってきてくれた、でその上でやっぱこうやって中山監督だからこその良さがあったっていう声が出てきたっていうのもやっぱすごい作品だったっすよね。でやっぱこのなんか新たなアニメをなんかね作ってなんか持ってきてくれたみたいな、僕はすごい感じをしてて、やっぱこの映画的演出というかすごいなんか静かな感じなんですよね、基本的にね。まあ盛り上がるとか後半どんどん劇場も大きくなったりっていうところもあったんですけど、そこの魅力もあったし、なんかその静と動っていうかな、このめちゃめちゃバーって動きとかぶっ飛んでるとこと、なんかそういう日常パートとか、そのちょっとゆったりとしたこのここの間もすごかったし、見事でしたね。いやーすごかったですよ。クオリティも超高かったし。声優陣もね、やっぱ最初不安はあったと思うんですけど、ここも声優陣めちゃくちゃ合ってた。マキマさんが唯一不安とか言ったマキマさんめちゃくちゃ良かった。やっぱね、その、最初のやっぱ期待値が高すぎたがゆえになかなかそこを超えてくるっていうのは、まあ僕もなかったですけど、隣これめちゃくちゃ面白かったですよ。もうやばかったですよね。もう超上がったっすもん。だし、ちょ2期か映画、まあ来ると思うんで、お待ちこう楽しみに。待ちたいですしね。まあ、やっぱその、後半についてはまあ原作の面白さももちろんなんですけれども、まあ、なんかアニメ的な面白さっていうのもあったし、まあ、アキくんとかね、キャラのかっこよさっていうのもあったし、すごかったですね。はい。エンディング順位曲もね、やっぱなんか最終的に振り返ってみたら、なんか最初は印象に残んねえとか言ってましたけど、なんか毎回何がエンディング来るんだろうとか楽しみだったし、後半の曲マジいい曲しかなかったんで、そういう面でもすごいね、楽しめたなっていうのを、
思いました。はい、うん、サッカーについてもね、うん、なんか最初はなんか全然なんか僕見慣れなかったんですけど、もうどんどんめちゃくちゃいいサッカーだったし、カメラワークも良かったし、うん、めちゃくちゃ面白かったっすよ、はい、チェーンソーマン。はい、まあ、またね、多分賛否は分かれると思うんですけど、2期やるにしても映画にやるっていうのは、正直中山監督じゃなくても絶対分かれるよ、これは。まあ中山監督とか、まあ、その制作人より癖が強いというかさ、だからこそ、まあ、インタビューとかいろいろ言っちゃったからこそ困ってるとは思うんですけどね。うん。まあ、こんだけ期待されてる作品ですから、それは見てる人も多いからね、批判はそれあるのは当たり前ですけどもね。もう僕は本当もう素晴らしかったと。面白かったと。もう胸を張って言いたいし、ぜひ見てない人は見てほしい。やっぱね、結構かなりグロい。まあ、マッパーさん、100% 出資というこれ本当グロなしっていうグロ規制な、グロなしね、グロ規制なしね。でも本当見事にやってくれて、そういう面でもすごい満足度高かったし、なんかもう見ててさ、こうなんか脳破壊されるみたいな、そういう感覚がすごい良かったね。でチェーンソーマンまだまだここから面白さ上がっていくというか、本当のチェーンソーマンはここからなんですよねっていうところでマジで楽しみです。でも本当すごかったですよ、めちゃくちゃ面白かったですよ。はい、ぶっ飛んでたねっていうところね。まあ、合う合わないやっぱ合うと思う。その正直そのグロいところがあるってね。うん。エチーというかエログロみたいなのもあったりするんでね。うん。まあまあ、でもほんとね、気になったらぜひご覧いただけたらと思うし、序盤で切ってる人はマジもったいないんで、ほんと見進めていただけたらと思います。はい。そして、いよいよ第1位、発表していきます。今期。名だたる作品を超えて、1位ってなった作品。こちらでございます。今期最終ランキング第1位、ボッチザロック、2回連続1位。誰も予想できなかったんじゃないですか、これはね。もうすごいもうねもうびっくりすぎちゃって、ちょっと言葉出てこなくなるぐらいなんですけど、いやもうこれはね、やっぱまあ楽しみにしましたよ。もうやっぱ僕はすごいボッツロック、まあ、キララニも好きだし、すげえ楽しみって言ってたんですけど、まあ、大方は正直もうボッツロック見るかどうかぐらいだったと思うんですよ、正直。もうそれがもうこれ胸を張ってというかさ、もう自信を持ってこの超激戦区の中で僕は1位と言える、それだけすごかった。もう1話ごとの密度もそうだし、日常アニメ、音楽アニメとしての面白さ本当もう最大限に出してくれた。毎話毎話の面白さ、キャラクターの濃さ、曲の強さ、声優陣のうまさ、構成、アニメオリジナル、もうねどれをとってもこれがナンバーワンと。もうすごかったっす、本当に。めちゃくちゃ楽しませてもらいましたよ、本当に。もう心の底からハマったね。もう何回もね、しかもこの先見返せば見返すほどいいんよね。っていうのがまたすごくて、いやー、もうここまでこんな面白いというか、もう、制作会社クロワワークスさんね、もう制作人の愛もめちゃくちゃ感じる、もうクオリティも超高かったし、ライブ映像とかもね、すごかった。まあやっぱ曲はすごい強いね。でまあ本当そのなんか、オリコンチャートがバーって全部ね、その軒並み音楽チャートみたいなのも1位取ってるみたいですけどもね。すごかったです。もう僕ずっとあの結束バンドのアルバムを聴いてるもんね。もう何が悪いかね、もともと言ったんですけど、忘れてやらないとか、フラッシュバッカーとか、星座になれたとかね、あの、君、転がる岩、君に朝が降る、あのね、あの、アジカンさんのカバーもめちゃくちゃ、もうやばいね。曲もやっぱめちゃくちゃ良かったんですけど、話もね、やっぱ、ほんと面白かった。ですね。まあ、この作品ってね、ボッチちゃんっていう、まあ、あの陰キャ少女みたいなね、なかなかこう一人ぼっちでこうなかなかコミッションみたいな、友達も作れなかった、で、あのなんかバンドに憧れてバンドを始めるっていうところから、始まっていく。でもバンドを始めて上手くなるんだけど、なかなかそう友達もできないっていうところが、ある日突然のこの誘いからこう結束バンドが始まっていくっていうところだったんですけども、僕は結構やっぱ最初暗めの作品なのかなと思ったんですけど、見事にそこを面白さに変えつつ、また、各キャの成長を見せてくれたっていうのが、この作品だったんですよね。もう各キャの魅力がもう癖の強いキャラ、もうバンバン出てたんですけど、あ、スローループとのコラボもあったね。ここも良かったんですけど、もう癖強いキャラもガンガン出てきたんですけど、もうそれぞれのね、この魅力がすごかった。本当に。可愛さだけじゃないよね。こういう作品どうしてもキャラ可愛いってなりがちなんだけど、かっこいいとか、面白いとか、感動、
グッとくるとかね、で、単体のキャラの魅力もそうなんですけど、なんか二人合わせた時の魅力、僕はやっぱボニジ、ボッちゃんとニジカちゃんが好きなんですけど、ボキタとか、リョウちゃん、ニジカちゃんとかね、ボッちゃんとリョウちゃんとかね、キタちゃん、ニジカちゃん、もう、どの組み合わせも、キタちゃんとリョウちゃんとかもね、もう、ほんと、どの組み合わせもめちゃくちゃ良かったですし、また今言った4人以外のキャラクターも魅力溢れるっていうところで、もうめちゃくちゃ笑わせてもらったし、感動もしました。本当にもう、ちょっとね、やっぱ成長していく。この姿がやっぱもうめちゃくちゃかっこよかった。し、刺さりましたね。で、まあなんか、陰キャあるあるみたいな、これマジそれみたいなね、意見もあったりしてね。そうのもそうだし、まあアニメオリジナル、まあ原作4コマ漫画なわけですけども、これを見事にこうアニオリも含めつつ、映像化してくださったっていうところで、まあ、曲作りからまあめちゃくちゃ大変だった。本当にもうコストも超かかってると、労力もめちゃかかってると思うんですけど、まあでもそれだけのやっぱ作品になってた、間違いなくね。でやっぱこんだけの激戦の中でもう忖度抜きでこれ1位だって思えるのはやっぱそれだけやっぱすごかったし、はい、もう見事でしたね。もうどの話もめちゃくちゃ面白かった上で、まあ、やっぱ特にやっぱ5話8話そして最終回もう調査されましたね。はい、でやっぱもちろんその音楽パートも面白いんですけど、日常パートとかもここも面白さもあって、見事だった。なんか実写ノルマとかね、実写パートがあったりとか、顔面作画崩壊みたいな、そういうのもあったり、まあ、そういうなんか遊び心もすごいあったし、はい、見事でした。まあ今期ね、もうこれちょっと僕はマジで予想できなかったですけど、予想っていうかここまで来てくれるとは思ってなかった。本当にもういい意味でのなんかもう本当にサプライズでした。もうやっぱ今期チェンソーマンが僕は1位にすると思ってたし、ブルーロックかもしれないとも思ってた、っていう中で、ボッチザロックがもう1位だって思えるものを見せてくれたっていうところに本当に感謝しかないし、ものすごいものをね見せていただけたなと思います。本当にありがとうございました。はい、ということで今回の今期2022年秋アニメ最終おすすめランキングトップ20ネタバレなしの紹介は以上となります。このようにお聞きありがとうございました。皆さんどうでしたか？ぜひね、皆さん今回の期待する感想ですとかね、ご意見、また、皆さんの今期これが面白かった発見だった時もぜひコメントいただけたらと思います。またね、今日視聴者投票ランキングをね上げます。そちらの結果どうなっているのか、なかなかね、なかなかめちゃくちゃやばいようになってますんでその結果もね、またお楽しみにお待ちいただけたらなと。もう本当に今期もめちゃくちゃ強いぐらいだったね。もう最高でしたよ。もう超楽しめた。もう来期本当に不安です。はい、という。ね、アニメ YouTuber やらせていただいてますね。来期不安ばっか言わずにね、面白いだろうっていう作品も見つけてこれたなと思いますね。よろしくお願いします。はい。ということで、今回の動画は締められてます。大変長い動画になりましたね。ここまで見えて皆さんご視聴いただきありがとうございました。本当に今期最高の最強の、クールだったなと思います。マジでトップ10もう絶対見てほしいし、もう12位とか13位も本当、トップ20どの作品もすごかったですけどね、もう山のすすめとか太くのギルとかトップ10入れたかったんですよ。マジで見てください。こういうの見てない人はね、もう本当ね、オリジナルアニメ漫画原作ラノベ原作もどれを撮ってももうめちゃくちゃ強いクールだったな。まあ、ラノベ原作ちょっとあれか。あ、まあ、やっぱ漫画原作とオリジナルアニメは強かったっすよね。DIY、秋葉メイド戦争、恋愛フロップス、ここはやっぱすげえ良かったですし、漫画原作とかやっぱもうやばかったね。まあ、ビッグタイトルもあったんですけど、まあ、ダークホース的にはやっぱ最後、ボッチロックも1位になるぐらいやっぱ面白かったというところで、ほんと最強の。いや、まあ、オリジナルアニメあれだな、ガンダムもそうだよ。ガンダムもオリジナルアニメですわ。っていうところ、ものすごかったです。はい。ということで、締めたいと思います。大変長い動画になりました。ご視聴いただきありがとうございました。